トレのみらちゃんとあめちゃんです。イエーイ、イエーイ、ようこそようこそ。うん、増えてるよね。何が増えてる？外国人が日本に。あ、増えてるよ。増えてくるってことは外国の人と働かないといけない可能性があるかもしれない。その時に僕は10年間外国の人と働いてます。その時に苦労した話とかショックな話とか少しでも参考になってこういう時はこうすればいいんだっていう風にちょっと分かればいいかなと思います。うん、外国人あるある。遅刻。遅刻。まあ私の国では良くない。良くないけど、うん、まあなんかそんなに悪くはない。なんていうの、日本みたいな。うんうんうん、だからもうみんな大体みんなが遅刻する、多分 80% とか。日本人って多分15分前とか。うん、まあ、もしかしたら仕事によっては30分前とか。そうだよね。俺とか結構1時間前とか行ったりするから。そうだね。っていう時に何が起こる？もう来ないんだよ。来ないね。9時からお店が開くのに9時半とかに来て、うんうん、おはようって来るの。いやマジおはようじゃねえしみたいな。そっちね。でもなんかそうタコス屋さんやった時にバイトの人とかいたんだけど、うん、ようようへいみたいな。えいやいやちゃうし、うん、よう傭兵じゃねえし、まじ、ま、もう最初のね、うん、死にそうなってるね。死にそうだった。どうすればいいの、どうすればいいの。でもう一個は、もう一個クソなとこは5時までだとしたら仕事が、うん、もう4時半に帰ろうとする。あー、みんな待ってるもん。そう、もうずっとなんか最後の30分はもうね、あの時計ずっと見てる。もう最後の30分はもう働いてない、もう待ってる、まだかなみたいな。4時半ぐらいで俺がいなければもう4時半にパンって帰っちゃう。そうなんだ。そうなんだっていうね。俺全然、みんなごめん、全然解決できてない。やばいよこれ。で、時間通りに行きなさいって学んできた人からしたら、うん、なんかなかなか難しいよ。なんかみんなどうやってやったのか教えてください。僕が教える立場じゃありませんでした。ありませんでしたね。ということで、ちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。うん、ありがとうございます。アディオス。アディオス。